こんにちは、セイラです。皆さんは日本のロケットが新たな展開を迎えていることはご存知でしょうか？宇宙開発といえばロケットですが、日本の宇宙開発の歴史は戦後間もなくには東京大学教授であった糸川秀夫が行ったものが原点とされます。第二次世界大戦後の航空技術の開発禁止によって大きく世界から遅れを取った日本の航空宇宙技術ですが、1955年4月には長さ23センチ、直径 1.8 センチのペンシルロケットの水平発射実験を行います。これが戦後日本の最初のロケット実験とされています。1960年代には人工衛星の計画が持ち上がり、1970年には日本初の人工衛星おおすみの打ち上げに成功します。現在は宇宙航空研究開発機構、JAXA がメイン団体として開発を行っています。今回は日本の宇宙開発、特にロケット開発にフォーカスしていきます。純国産エンジン。宇宙開発といえばロケットですが、ロケットは軍事的にミサイルと近いものがあり、安保闘争の時代には反対運動が起こったため、種子島をロケット発射基地として移転するなどの事件が発生することもありました。日本の宇宙開発は総じて先行しているアメリカからの技術提供で成り立っていた時代があり、国内の研究者にとっては技術の国産化は悲願です。特にロケットのエンジン部分は高い技術力が要求される部分であり、純国産のエンジンを開発することは目標の一つです。ロケットエンジン開発は非常に難易度が高く、魔物が潜んでいると呼ばれるほど難しいものです。ロケットエンジン開発は1980年代に日本初の液体水素を用いたエンジンとして LE5 が開発され、その後も大出力化やコストダウンが図られてきました。コストダウンは近年では非常に重要なファクターとなってきています。アメリカとソ連が宇宙開発競争を行っていた時代は、巨額の予算が宇宙開発につぎ込まれてきました。しかし、冷戦終結後、宇宙開発に投じられる予算は減少し、ロケット打ち上げ回数も減少します。そこで登場した考え方として、宇宙開発のためにロケットの打ち上げ回数を上げるためにコストダウンを行うというものです。ロケットの打ち上げコストが下がれば、民間から宇宙開発への敷居が下がり、打ち上げられるという宇宙開発の民間化ということが考えられるようになります。宇宙開発の民営化の流れが強まれば、一般人でも宇宙旅行ということが可能になるかもしれません。 H3 ロケットとは、そんな中で日本が開発を進めている大型ロケットが H3 ロケットです。日本が宇宙への輸送手段を持ち続けられるように、現在運用中の H2A ロケットの後継機として開発されています。ロケット開発は新たな段階に突入しつつあります。これまでは宇宙へ行くためのロケットで技術レベルを高める、あるいは宇宙に到達することが目的でした。しかし現在のロケット開発は宇宙に到達することはもちろんですが、運用面で使いやすいロケットの開発が急がれています。そのため現在ロケットには大きく3つのニーズが存在します。まずは信頼性です。ロケットを飛ばす技術は進歩し、かつてのような空中での爆発事故は減少していますが、爆発事故が多発するようなロケットではダメです。安定して宇宙へ飛び出すことができる安全性の高いロケットです。この要素は最も基本となるもので、現在でも最重要視される要素です。次に柔軟性です。これは使用目的に柔軟に対応できることを示します。例えば、打ち上げまでの期間を縮めたいなどの条件にどれだけ対応できるかです。汎用性の高いロケットが求められているということになります。最後に低価格であることです。これまでロケットは特注品の部品を使用しており、その分1機あたりの価格は上昇します。それを抑える工夫が必要になってきます。低コストなロケット開発を行うことが宇宙開発を加速させるためには急務となっています。これらの要素を満たすロケットとして H3 ロケットの開発が進められています。LE9 エンジン。
ロケットのキーテクノロジーはやはりエンジンです。 H3 ロケットに搭載されるエンジンは LE9 エンジンです。このエンジンは H3 ロケットに求められる大推力を発生させるエンジンとして開発されました。その推力はこれまで日本が開発してきた液体ロケットエンジンに比べて 1.7 倍となっています。大推力エンジンを安価かつ信頼性高く実現するために、これまで LE5 エンジンシリーズの開発運用で知見を得てきたエキスパンダブリードサイクル方式のエンジンシステムを採用しています。エキスパンダブリードサイクル方式は、推進薬である液体水素を燃焼室やノズルの冷却に使うと同時にガス化させて温度を上げ、そのガスでエンジンの駆動源となるターボポンプを動かします。エキスパンダブリードサイクル方式では、燃焼室で熱でガスを発生させてターボポンプを回し、燃料と酸化剤を燃焼室に送ります。ターボポンプを回した燃料は燃やさずに捨ててしまうため、エンジンとしての効率はそれほど高くありませんが、燃焼室での異常燃焼やエンジン全体のパーツ数を減らすことができるため、安全性とコストダウンの両立が可能です。 JAXA では2005年から約10年間エンジンの大推力化に必要となる技術の実証を行う研究を進めてきました。 H3 プロジェクトでは、取得したデータをもとに LE9 エンジンを新たに設計と製造を行いました。2017年からは試作機を組み上げての技術試験が行われています。なぜ延期になったのか。初打ち上げまで1年を切った2020年5月に、突如 LE9 エンジンに課題が浮上します。それは燃焼室内壁の穴です。燃焼実験を複数回行った後に内部点検を行うと、複数の穴が確認されたのです。原因としては、まずはエンジン内部の温度のムラです。この要因としては、エンジン内部の微妙な構造の違いです。一つ一つのエンジンの微妙な構造のズレによって、エンジン内部の温度分布にムラができてしまったことによって、金属膨張によって穴が開いたという現象です。ある程度想定することは可能であるため、それを見込んだ設計となっていましたが、その想定を超えてしまったということです。もう一つの要因としては、エンジンの起動停止稼働時に一時的に冷却用の液体水素の流れが不足し、冷却不足の状態となり、その部分が設計値以上に高温になったということも推定されています。これらの LE9 エンジンの課題によって、打ち上げが延期となってしまいました。今後の予定は、 LE9 エンジンの課題も解決へ向き動き出しており、初打ち上げは2021年度が予定されています。実際に液体燃料を注入するなど、打ち上げ直前までの手順も確認する試験も行われ、結果は良好でした。ちなみにこの試験では、実際の打ち上げと同様の作業を進め、カウントダウンも実施し、発射の 6.9 秒前まで作業を行いました。 JAXA は、大きな山の一つを越えたと試験の成功に自信を深めています。まとめ。ここまで日本のロケット開発について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。日本のロケット開発は世界をリードする存在になる可能性を秘めています。今回開発した H3 ロケットが順調に打ち上げられ、確かな性能と安全性を示すことができれば、より宇宙開発は進んでいくことが考えられます。宇宙開発は新たな段階に入ろうとしています。これまでの技術開発に主眼を置いたロケット開発から、より運用面を考えたロケットの開発です。安全性を担保しつつコストダウンを図るという点は、アメリカを含む世界各国が苦戦している部分です。今回の H3 ロケットでも、3D プリンターを用いた部品の製作や自動車部品の転用など、これまでにない設計となっており、かなり攻めた開発計画と言えると思います。H3 ロケットが日本の宇宙開発に新たな展開を生み出すことが期待されています。それでは最後に質問です。日本の H3 ロケットが宇宙開発の未来を切り開く可能性はあると思いますか。ぜひ皆さんのコメントをお待ちしております。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。